<laughs> いやショッキングだったなんこのルールに同意してプレイされてると思うのでこの,ルルさの,でのさんよく2つも倒してた、ね、<laughs> なんかいろちゃんが死体の前で立ってたんすよねへえまたあそこかよ <laughs> え 初期、の害がちょっと俺引きずってますさっきのゲーム死んだと思ったいな一旦3キルとか悲劇を起こしてはいけない繰り返しはならない繰り返しはならない繰り返しはないコインだったもんだったらエルちゃんなんで死体の前で立ってたんすかいや同じこと言いたいんだけど 俺が入ったときに立ってたのはホロンさんだったよね。あ、確かに確かに俺素でドクター待ちしてた。自分で殺したしたよね。ああ、そういうことかで引きずやり始めた瞬間にやろうと思ったわけね。あ、そうそうそう、ドクター来るなと思ってドクター来たら殺そうと思って。はい、完全に頭が上がってました。今のところ政治についてとか。いいって。ええって。でいいって。うん。 役逆持ちですかもしかしてんうんいや私はクルーメイトですね一般市民ですね何か聞きたいことってありますかまだ投票してないということは何か聞きたいことがあるのかなと思うんですがえー、っと気になることありますえー、っと、はい、これインポスターがキルした後じゃあ会議が始まって全員 カフェテリア戻ってくるじゃないですか。その後って探偵は足跡が血のついた足跡見えちゃうんですかカフェテリアは、うん、ああ、会議がリセットされますかす、ね、多分リセットだと思いますね。じゃないと強すぎると思います。うーん、そうですよね、うんちょ。さっきの会議でちょっとそれが気になったんですよね。あゆはさん死んだな、これ。ああ、判定か。システム発言をしてしまった。 またはインポスターですよね言論の自由。自分が死体化したときにね。言論は自由ですよ。言論は自由ですけど。<言論> <laughs> 死ぬかもしれないのは責任は持てない。こロンさん、役職ですか自己責任。違います。ネットにします。よし。アユハさんを守るという名目で、アユハさんに油を塗るというのはどうだろうか。 でも塗らなくていいか逆に。 タコマさんもついてくんだよ <laughs> えあゆはさんに巻かれたあゆタコ新兵は左にいる今。

あじゃあちょ,ちょっといいっすか現在地を教えてください。あの、まず愛ンさん。メドベウェです。エルちゃん。メドベウェです。えっと、加藤さん。俺、今は、コム前。ヘンリーさん。<laughs> ヘンリーさん。ちょっと、ちょっとっ、探定してるの。<今> <laughs> あ、弁ベ弁弁レ,レンコでちょっと飛んじゃった。ベあー、しかカストレージ。<laughs> タコマさん。えっと、 アドミン新平さん、込みです。<う>あ、これ、トロン、トロンさん来る、トロンさん来るぞ、これ。ア,アドミンです。えっと、これ、ラインがつながってるのは、アヨさんとタコマンさんいや、実は、あんまよく見えてないんですけれども。あ、なるほど。タコマンさんってアヨさん見えてますはい、アップロードのとこいますよね。そうですね。はい。じゃあ、この2人はこの殺人関与しないですね。えっと、シャカさんが、えっと、ローアで殺されていて、ローアから、えっと、 ストレージ方面に走っていった人が1名いるので誰かわかんないんですけど、はい、そいつがインポスターですねああバレたかはいでえっとまあペイさんかヘンリーさんのどっちかかなこの状況は <laughs> ちなみに自分はストレージでえっと、はい、なんかドア閉まったじゃないですか <laughs> 先生あいやわからないですはい閉まってます1回ドア閉まった時に釈迦さんとストレージで止まってました出て釈迦さんは上上がっていって自分はその後戻りました はい、わかりました。なるほど。はい。じゃあ、とりあえずエロちゃん、助けますかうん、助けて。ですねちょっと待って、これ、これ、本当に大丈夫。まあでも、普通は、本当に大丈夫ですよ。だって、ウェポンズから。でたくないんですよ。絶対出てきた。絶対に出てきた。絶対に出てきた。出てない。全然出てない。ウェポンズ、あと、ホロンさんがめっちゃブラックサイ。ホロンさんが、ホロンさんがだってさ、これが会議握ってるのおかしいでしょ。 ホノさんめっちゃブラックサイがこれって言われてるよ <laughs>。<laughs> 殺し殺しすみません殺し殺し先輩。さっきをね役職なんですかっつってホロンさん答えようとした後にミュートしま,っって殺しませんでした。誰見ようかな。あゆはさん見るか。いやトロンさん見た方が面白そうだな。トロンさんどこだ。左か。 コロンさん撃って死にそうだなタコマンさんあいた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 探偵してるな そう。えっ今今言ったよねタコマンさんシェリフでおそらくシェリフの5社だと思いますタコマンさんがシェリフでシェリフの後社でタコマンさんが死んだんですかはいだと思います村を撃っちゃうとシェリフ死んじゃうんすよあそうなんですねはいえっと今リアクターの中に2人いますよねいるはいまあゆほさんと加藤さんで俺が 入ろうとしたらタコマさんが入り口に立っててタコマさんが俺をバーンとタコマさんが死にましたねだから私視点死体とホロンさんっていう図が見えてたんですけどああ<ー>10時のところで死んでたの、はい、そうです11路のところで死んでましたのもうなんか絶対見えるとこだよねはいでリアクター直した後に死んだんだよね、うん、ってことは<う>タコマさんシェリフっぽいけどなぽいな <laughs> もしくはホロンさんが地上に即通報だけど 線をえっと、その状況って、ホロンさんとアイハさんどっちからも見える状況で打ってるのかどうかが大事じゃないですかえっと、っる私はもうたちは,は横たわってたんで、ちょっと後ですね。ホロンさん的には的にはギリどちらか一人、アイハさんか加藤さんのどっちかがギリ視界に入ってる状況だったんで、おそらくタコマンさんから見れば。あ、加藤さんも見えてるのね。は俺,はま、俺は全く見えてないよあ。見えてないんだ。うん。ふんふん じゃあタコマンさんから見れば、まあどちらかが視界には必ず入っている状況だとは思いますね。うん、俺がギリ一人見えてるんで。<laughs> で、友達は十字路ですもんね、やったの。十字路のリアクターがですね。じゃあ死んでみてもいいと思うんですけど、村死んで。自分の役職、ね、カミングアウトしておくと、俺探偵です。です、うん。 白が出たんだったら,いらいんい、んであれば、さっきの殺人は、あやさんとたカマさんがメディだったなヘンリーさんかシンペイさんのほぼ 2V1 状況、ああ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 、ね、ああ、いあ、あ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 あ、であ、あ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 んああ、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 いいああ、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 っあ、ああ、っあ、ああ、ああ、ああ、なあ、あ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 、まああ、ああ、あ、うん、ああ、ああ、あ、あ、ね、あ、はい、あ、ね、あ、うん、あ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 、 とろとろしてきた <noise> <noise> あアヤハサがカビそうか アユハさんがペ平さんかんでヘンリーさん残したらてるてるがちでアユハさんがヘンリーさん殺してペ平さんが残ったらまだ分からんわなそれだったらまだ悪くないナイスあ薄い線の話していいですかうんはいはいはいヘンリーさんとアユハさんは人外ですね <え>えっと、少なくともヘンリーさんは人外だと俺も思っています。はい。なんでえっと、今、俺がこの字で、えっと、この字の真ん中、カメラから見えるところに立っていて、<ん>でヘンリーさんを大つ、で、アユハさんは、うん、えっと、俺を追っかけるように、えっと、来ていて、でカメラ見ていた人いたら、その光景、ちょっと映ってると思うんですね。一瞬だけ映ったはい。で、えっと、僕はコミュい一番最初、入ったんですけど、 直さなかったんですねはい 2>,、うん、2人の動きが怪しすぎてえどういうこといやもうなんかえっ、ー、と相葉さんは俺を追っかけて来ようとするしヘンリーさんはなんか古見さんを直しに来ようとしなかったので圧倒的人外の動きしてるなとエロちゃんが カメラの前でコミサボが鳴ってるにもかかわらず釣ったってるから、てかエロちゃんかわかんないけどね、まあ今エロちゃんがエロちゃんが鳴ってから、コミサボが鳴ってんのにカメラの前で釣ったってから、こいつオオカミで噛もうとしてんじゃねえのかにしか俺は見えない。ああ、そうなんですね。うん。まあただ俺、俺、愛染さん釣ってるんで、しろだと思うんですよ。だからその発言的にも、人海ですね、お二人は。ああ、そっか、ごめんなさい。それは忘れてたわ。はい、なのでもうここの人海で。したを あそうなんですねはい俺が直したよ、<う>結局。あ、そうなんですね。じゃあ出て入ってきたんですかね。じゃあ、えっと、ボタンボタン押せないんで。<laughs> ただ、釈迦さんのキル的には、俺は新平さんが一番近い。で、最後に、俺以外に最後に釈迦さんを見てるのも新平さんだから、<ー>俺は新平さんがインポスターで、ーアイファさん、ヘンリーさんが。<ー> 一応連れてる認識大丈夫ですよね、ハロさん的に。大丈夫です。だから、つまりに、うん、連れてなくていいですよ。人間ってインポスター含みますか含みます。はいはいはい。はい。で、えっと、動き的にはアーソンでもないので、てるてると人狼だと思ってます、僕は。ああ、なるほど。エロちゃんは新平さんではないと。いや、わかんない。エロちゃんさん結構一緒にいたので。うん。ヘンリーさんとエロんが最後一緒ですかね。まあ、そこは神兵さん。 新平さんわかんないですけど、アイハさんとヘンリーさんは人外だと思いますって話です。僕は。ああ、なるほどなるほどなるほど。トロンさん見守ってるか。 ジェスターだったら直すからな今のあトロンさん死んだあ 今のでヘンリーさんのことをホロンさんだいぶ怪しいんだな危いい、はい、ねミュート解除しちゃったくせで,でホロンさんなんでリアクター直さんかったん あカメラ見てたから誰か人が来たら行こうかなと思ってえ俺行ったじゃんあ,あそうなんだ気づいてなかったもうすでにリアクターに人が入ってたことに気づいてなかったあ,あタスクしてたあ,あ,あそうそう,そう,う最初にワイヤーつないでカメラに始めたから多分そこでヘンリーさんが入ってることに気づいてなかったのかなだから俺はえっとヘンリーさんの次に来たエロちゃんを見てそのタイミングでリアクターに入っていったリアクターそういうこといや、なんかヘンリーさんとホロンさんが 中で読み合いしててあれこれどういう意味やつなんだういや俺いう上をしてんのにホロンさん上来たしさなんかもう意味、うん、わからんと思ってあの時下に確か加藤さんいたんですよ加藤さんだったからまあ誰か下にいたんですよだから上でいいかなと思ってただホロンさん村ですね結構危なかったけど、ね、あれボタンえ自分あの結構ギリギリだった 2>, 2秒とか一部やったでしょあれ,で,しょあれでてなんか自分行った時上に 俺が何か入った時、はい、下にあやはさん行って上にヘンリーさん行ったから下押してないのはあやはさんですよこれ、うん、だからもう<で>さっき出した2人が人外で確定だと思うのでタスクで終わりでいいと思ってます俺はで自分下行った時終わってなかったんであやハさんああなのかなあれ,あれってならないですよねインポスターはタスクできないですよね当然あいやえっと緊急タスクはできますねあれはできます ああリアクターとかーだとかコ,ムコミュニケーションとか停電とかはインポスターも直せますはいはいなるほどなるほどうんだから真ん中で動いてなかったんで何かあるのかと思ってでタスク終わってないのは俺まだ、ね、終わってないあと2つき、ね、2> あと少つがもあと少しああすいませんわかりました 通報もしなくてもいいかもしれないですねん下に見つけてもはいアユハさんアユハさんを見といた方が楽しそうだなこのフェーズは100%動くし インポスター的にはジェスターの前で殺すのが一番いいよな。えら。エロちゃんエラ。

いや、多分みんな正直に言ってて、アユさんも本当のこと言ってて、で、アユさんが殺してます。あ、アユさんなのか。はい。<laughs> なるほど。ちなみに、うね、判定カメラで足跡見えるんで、めっちゃ強いかもしれない。カメラえぐだからか、私の足跡も見える。そう。 なるほどね、考えてなかった。